なことですよね。これ結構ですもんね。女子の方ですね。結構強いと思いますよね。ああ。高橋さん、私は強いね。抜群に強いですね。打っていたのは、強打があります。バックが強いですね。なんか強いし、飛びりがありますね。カーブに。中京高等学校追記選手第10コートで試合となります。選手の方はコートにご出場ください。コート次の試合アンダー17男子24番西郷第二中学校田辺選手26番お知らせします。アンダー20女子42番田村高等学校後藤選手43番夏
中村学院女子高等学校越智選手。以上の2名はバレーコートで試合となっております。選手の方は至急バレーコートに移動してください。待機のお知らせをします。第4コート次の試合、アンダー17男子1位トーナメント決勝戦、1番東北高等学校船光選手、12番宇都宮高等学校内本選手。第4コート次の試合となりますので、選手の方は待機をお願いします。第1コート次の試合、アンダー20男子50番同志社大学須藤選手、51番立命館大学美希選手。第1コートで試合となります。選手の方はコートにご出場ください。
コート次の試合アンダー17男子41番総社市立総社東中学校遠藤選手42番 DJ 学園高等学校赤津選手第11コートで試合となります。選手の方はコートにご出場ください。試合アンダー17女子27番見附西中学校海瀬選手28番津市立橋南中学校浅田選手第3コートで試合となります。選手の方はコートにご出場ください。第8コート次の試合アンダー17男子27番福江市立黒中央中学校上村選手28番横芝光町立横芝中学校溝畑選手第8コートで試合となります。選手の方はコートにご出場ください。
本アンチドーピング機構に大島さん、ただいま本部に対してアンチドーピング法人に関するクイズを実施しています。クイズに答えられた方は第6コート、次の試合、アンダー20女子、26番、高岡西高等学校、中川選手、28番、文化保健大学杉並高等学校、関西選手、第6コートで試合となります。選手の方、コートに